いや野球って難しい、すごい難しいでしょ、はい、野球簡単に言う人の話聞くと素人の人でね頭にくるんだけど、野球難しいし分かんないし本当のこと言わないしみんな、いやまあ言わないですね、ね言わないでしょ。だって高校野球なんて基本的な野球みたいなこと言うけど、あんな無茶苦茶な野球はないですよね。もうみんな自分勝手に自分の都合でやってるわけじゃなくて、広島の野球なんかすごいですよね。あれがポピュラーとは言えないですよね。だってボビー・バレンタインは高校野球見ておお素晴らしい野球だけども、これはバントゲームだって言い放っていきますからね。そうですね、甲子園で見て。そうそうそう、ね、なんですけど、だからでもそれぐらいすごい戦術なんですけど、でもこれはほらプロ野球じゃやんないし、社会人野球でもやんないし、大学野球でもあんまりやんないから、別に基本のポピュラーではないってことですね、高校野球は。僕はだから高校野球は知恵と工夫の野球だと思って、だからツーランスクイズがあったりするわけで、はい、大阪桐蔭だってノーアウトランナー一塁二塁で、まあ、失敗しちゃいましたけど、バンテンドランやったりするわけですよ、はい、あれ決まったらすごいプレーになってくるわけですよね。だからそういうことができるのが高校野球で、だからプロ野球だったらそんなことまず やんないですね。やんないですね、はい、ね、いろんなことありますね、そういう意味ではね。野村さんでもやんいや、野村さんでもって言い方は僕はいろんなこと考えるじゃないですか。言えないですけど、いろんなこと考えるじゃないですか。でも野村さんは基本的にあれですよ、シンプルというか、はい、まあ普通に単純にこう要は選手に迷わせない感じですよね。だからいろんな準備をさせといて、もうオーソドックスに進める方だと思いますんで、うんうん、まあ全体的にはもう高校野球楽しかったんで、うん、僕はやっぱりグラウンドの中楽しい、楽しいです。だから部員の連中と一緒にこう野球がやれてるのがすごく楽しい時期だったんで、うん、そういうのないですか。楽しかったですよ。やっぱり試合が一番それは楽しい。ユニフォーム、試合用のユニフォーム着られるだけでも嬉しいし、それはやっぱり一番ね、あのたまたま抽選の関係で神宮球場とかで試合ができたもん。神宮でやったんですか。神宮でやった。まだ蛇腹ですよ、スコアボードがね。嬉しかったですよ。あのまだ芝生だし、芝ですよね。そうですね、芝生で外野席もまだ芝の時代ですよね。そういや、まあ、昔の人だから言うんだけど、あ、この打席に長嶋さんが立ったんだと思って、この打席に王さんだと思って立つわけじゃないですか。それは嬉しかった。それだけで相手とか試合とかじゃなくて、王さん長嶋さんというだけで舞い上がっちゃうんだから、もうでやっぱり当時のそういうなんですか、部員というか同級生たちってやっぱ集まったりするんですか。結構集まったりすることはありますけど、まあでもやっぱり、なかなかね人数が少ないんでね、いつもいつもって感じにはならないですけどね。あ、僕らの年代がすごく集まるんですよ今でも、はい、なんか声をかけると結構なんですよ。ちょっと気持ち悪いぐらいですね、ある意味。なんかこう結びっていうか、つながりが、うん、はい、だからそういうのがあるんで、そういうのはあんまりないんですか。じゃあそうだから、きっとあれだよね、それがすごく楽しかったから集まるんでしょうね。ああ、嫌な思いしてないから、きっとだから、その楽し青春時代の一番楽しかった時期の仲間ってことでしょ、だから集まれるのかなと思うんだけど、やっぱその楽しさ伝えてほしいですね。なんとか伝えるように頑張ります、ね、で口では言うんだよ、みんな楽しい、楽しみたい、楽しい中身を言わなきゃダメなんですよね。そうそう、だから選手にこう、例えば僕らもプロの指導者になっても、やっぱりいいと何がいいよってちゃんと伝えないと、うん、いいボールだよだけじゃダメだし、うん、何がいいのかちゃんと伝えなきゃダメだっていうのは、うん、そういうところですね。そうなんでしょう ね、うん、だからちょっとこう考えると、こう言い方をちょっと絶対伝えた方がいい。それすごい成功例だったら、ああ成功体験だったら伝える。ああ、いいな、いいですよ。今度だから小野塚さんと、じゃあそれこういうのを講演じゃないですけどやりたい。それは、ね、そういうのやってみたいですね。だから本当のことなんか僕らは分かんないので、まあ興味としていろんな話を荒木さんからね、聞いたり引き出したりすることはできるかもしれないけど、はい、その実体験してるのはもう貴重な選手出身の皆さんだから、甲子園大会みたいな、ああいう立派な大会じゃなくて、小野田さんが中継されてる今だったら埼玉ですか、埼玉、熊本とかね、そういうとこで、うん、その大会の時に前に話をする。 あまりこう商売にしちゃうとダメじゃないですか、うん、高校野球なんてそんなの僕らそういうダメなんで、うん、ちょっとなんか簡単にいけるような感じがあったら、うん、いいですね。でもさ、ねえ、なんかそういうのでね、野球のに貢献できるっていうのはね、はい、いいことだし、選手たちも当然そうだけど、親とか、うん、指導者相手とか、うん、と一緒になんかそんなディスカッションじゃないけど、うん、ああそう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 、そうすればいいですよね。質疑応答はやっぱりきっと必要ですね、はいはい、それってどういうことだったのかっていうのはなかなか伝わらないところが、
あるからね。いいな、なんかそういうの、そういうのをお願いしますぜひ、ね、当時の練習風景とか映像とか残ってたらいいのにね。たまにね、試合はあるんですけどね、あの でもあるかな、甲子園出場前のなんか練習風景みたいな。あ、それも普段通りやってんの？もう何にも普通に党内連休連携みたいなのを作ってやって、あとはまあピッチング練習とかっていうのがあるぐらいなんで、だからそういうのをやってもいいですね。それはおいおいちょっと考えていきます。なんかない。小野塚さんはだからもう40年近くその中継甲子園の実況、うん、まあ高校野球の中継の実況されてますけど、もう基本に帰って最初ってどんなだったの？最初はNHK に入られたのはそもそもなんで NHK を選んで NHK のアナウンサーになられたんですか？であんまり聞いたことなかったんですよ。いや、もともとは本当はね、アナウンサーになろうなんてのは思ってなくて、うん、なんかその野球に近い仕事ができればいいかなと思った、うん、あのスポーツ用具メーカーでもいいし、例えば後楽園球場でもいいし、はい、とかいうようなところでなんか仕事ができたらいいなと思ってて、でまあいろんなところを受けた中で、あ、そういえば NHK ってその高校野球の中継とかプロ野球、パ・リーグの濃い中継とか結構やってるなとかっていうのもあって、はいはい、まあその中で一つ NHK のアナウンサーっていうのがあって受けたんですよ。で、まあ、大学時代も成績がよくなかったので、まあ、NHK って学力高くないと、ね、あの会社入れないんですよ。でもアナウンサーって学力関係なかったんで、いくら頭良くても喋れなかった意味がないから、はいはいはい、その学力の枠がないのでフリー枠で受けられるんで、僕なんかでも受験ができたんで、受けたら、まあ、取ってくださったっていうことで、で、まあ、入ったらなんか野球に近い仕事をしたいなっていうのはずっと思い続けて。野球に近いっていうのは実況したから、まあ、それはね、アナウンサーだから実況だから、まあ甲子園喋ってプロ野球のね、実況とかやりたいなとの目標にはしてましたけどね。最初って初任地ってどこだっけ？鳥取。鳥取ですか。で、鳥取のじゃ地方大会の最初のって喋ったりするんですよ。行った年にでも喋りましたよ。その試合ってやっぱり覚えてるんですか？喋った試合は覚えてない。ないですか？覚えてない。練習した試合は覚えてる。あ、行ってね、はい、まあ行く、あ、だから野球は自分もやってたからルールは知ってるし、はい、ドジャース戦法もかじってたしまあ いけるなとは思ってたんだけど、まあ喋ることは素人だったもんで、はい、それでまあ練習しなきゃいけないと思って練習したの、はい、でそれはね、あの未だに覚えてるんだけど、倉吉北高校って当時強かったね、はいはいはい、あそこと八頭高校、でも甲子園出たことがある学校なんだけど、そこが試合やってるのを、実況の練習してて、カセットテープ持ってって録音して、それでその録音がいい試合だったもんね。八頭高校っていうとこがリードしてたんだけど、最後ひっくり返して7対6かなんかでサヨナラ負けかなんかしちゃうんだけど、うん、それで、ややこしいんだけど、鳥取に勤務してて米子っていうところで試合があって、はい、距離があって、鳥取に僕は帰らなきゃいけないから、米子で録音を取って電車で鳥取まで帰る途中にこうやってテープ聞いてたの、自分が喋ったやつをね、はい、反省しようなと思って聞いてたら、周りに学生たちがいてメソ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 泣いてるの。それで、ああ、八頭高校のやつだなとは思ったんだけど、はい、それでこれで一生懸命、こっちはもうそういうとこじゃなくて、明日明後日試合喋んなきゃいけないから今のうちにチェックして聞かなきゃいけないとこうやって聞いてたら、そのうち泣き止んだ子がいて、なんか野球の音がこぼれてるから、それ何ですかって言って、聞かせてくださいとか、いいよとか、ね、ちょっと聞かせてくださいとか言って、おー、八頭高校だ八頭高校だとかって言って、でおじさん何者とかって、いや、アナウンサーで入ってばかりで、こう結構いい感じ、頑張れやおじさんみたいなこと言われて言われて、高校生に岡村君っていう二塁手だったんだけど言われて、それでなんか嬉しいなとかって思いながら、なんかこのコミュニケーションいいなとか思いながらそれは忘れないですね。うん、それは岡村君、そうなんだ。甲子園は最初どうだったんですか？甲子園はね、もう大ちゃんがデビュー、あー、甲子園で大活躍した頃のちょっと後なので、僕は昭和61年の選抜で喋ったもんだから、はいはい、それを覚えてますよ。洲本高校とね、小枝さんの拓大広陵とやった時に、はいはいはい、あ、飯田哲也だ。飯田がキャッチャー、はいはい、5番キャッチャーだったかな、はい、のチームの試合だったんだけど、
もうデビュー戦は雨で流れちゃった。もうだ雨の中継を20分ぐらいやってそれで終わりで、それから喋り直した。それは覚えてますね。飯田は素晴らしかったですよ。やっぱ目立ってました。え、目立ってましたね。目立ってた。すごいすごいんですよ。一塁に能力牽制とかするんですよ。で刺すの、すごいの。やっぱ当時からそのなんか天才的な何かあったんでしょうね。キャッチャーなんだけど、なんか素晴らしくて体小さいのに練習見に行っても打球飛ばすし、それはやっぱりすごかったですよ。あのチームだから結構プロ行った人いる、佐藤とかね。あれじゃないですか、小川とか。そう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 ですよね。いいチーム、オリックス行った、いいチームだったの、はい、うん、まあそうなんだ、うん、でもそういうのもやっぱりあれですね、あの高校野球で活躍した選手をその後活躍、あのそのままプロとかで活躍してくれると嬉しいですね。いや嬉しいですよね。タゴジョージさんはすごかったですよ、はい、すごかった。僕ら対戦した時、うん、はい、もう本当にすごいボール投げてました、うん、僕の、高校時代の中のナンバーワンのボールですね。あ、そう、はい、スピードとか速さっていうのはちょっと分かんないですけど、その後あの対戦した畑山とかね、ああいうのがいたんでちょっとどっちがどうっていうのは分かんないんですが、なんかこう本当ボールがズドーンってくる感じが田子さん嬉しいな、やっぱりね。なんか鳥取から行って、まあ、そのチーム中心に取材してたもんだから、もうマイチームになる、はい、もう田子が初戦16奪三振よ、はい、そうそうそう、東荻塾に、はい、先頭がショートの内野安打で、あと27連続アウトだからね、これはもしかしたら双日を食うかもしれないって、もう鳥取じゃ大盛り上がりで、そしたら5対1だっけ負けちゃったんだけど、5対そうかな、1か5対0か、5対0か、なんか完封されちゃったのか、負けちゃったんだけど、いや、あの田子ジョージさんはすごかったですよ。僕ら練習も通って見に行ってて、ブルペンの近くとかで見ると、さっきズドンって言ったでしょ、こう投げ出したボールが目の前でこのぐらいになるの、うん、そうでしょ、そう、こんなでかくなっちゃうの、このボールブワーッとくるの。だからそういうのを感じたのは、僕はプロ野球では速い人はいっぱい見てるんだけど、うん、江川さんがそうだったんですよ。で僕が入った時の江川さんってもうだいぶこう何ですか、多分晩年というか、はいはいはい、もう年齢的にはもう30超えた後ぐらいのピッチャーだったんですけど、だからましてピッチャーが打席立ってる時って軽くひょいってあの江川さんって投げるんで、そんなにスピードガンで見ると30後半だったり40ぐらいだったりするんですけど、ほっとボールこんななんですよ。で誰に言っても信用してもらえないんだけど、僕の感覚はこう、いや、あれな、大きくなる、あれで田子さんと僕江川さんだけど、そういうボール見たの。そうですか、うん、僕ね江川さんはテレビで見て、僕の2個上なんですね、江川さんって。高校時代見てて、それで、まあ、東京だったから法政に来て、それで神宮見に行ったんですよ、あの人は1年とかな、だから僕はまだ高校1年とかな、神宮の外野の席の後ろからどんなボール投げるのかなと思って、バックスクリーンからちょっとついたところに、本当にこうなる、なんないんでしょうけどね、叩きすぎてたボールが浮き上がってくるじゃないですか、こうやってピショーンって投げるとか、いやーってなんないでしょ、本当はなんない、本当はなんない、いやー、江川さんすごかった。